一人ぐらい探す気だったんですけど、本当でも、もうそれ見たときなんかやらなきゃなと思って、そこから安否確認というのを続けました。ツイッターを使って。大谷マスク、同志社大学文学部の4回生です。大阪で復興カフェっていうのをこう大人の方たちとちょくちょく参加させてもらってるんですけど、それにこの運営の方が2名ほど来てくださって、そこで話していって、僕そういう場面では結構大人の人ばっかりが多いんで、こう大人の人としか喋る機会なかった。でこのきっかけはっていうのは、みんな学生で行くってことで、学生ともっとその同世代で若い世代ができることを話したいと思ったんで参加しました。深い話とかしていくと、こう自分が考えていることだけじゃなくて、いろんな一つの答えに対してもさまざまなアプローチがあって、それはこう自分の視界が広がるっていうか、いろんな考えができて、それは良かったです。ちょっと勇気のこととかもあって、ボランティア実際できなかったんですけど、それは少し残念ですけど、バスの中とかでこうより深い話できたんで、それはそれで良かったかなと思います。向き合ってきちんと、なんだろう、これからやっていくことがなんか本当の使命なのかなっていうのをお話を通じて実感して、脇坂美里、大学が京都女子大学発達教育学部教育学科音楽教育学専攻1回生です。きっかけは友達の紹介だったんですけど、自分がその大学に入って何かボランティア活動をやりたいって考えてて、その時にちょうど東北のことが思い浮かんで、その時にちょうど友達にそのことを聞いて応募しようと思いました。はい、そうですね、確かにそのボランティア活動でその2日目にそういう作業があるはずだったんですけど、大雪とかでダメだったんですけど、でもその分そのホテルの方との交流とかで、東北のそのお店の方とかの温かさを感じることができたので、これも何かの縁かなと思って受け入れてます。今の時点ではもう全然悪いことがなくて、私が一番その得たのは東北に来て感じたこと、この現地に足を運んで感じることもたくさんあったので、本当に来れてよかったと思ってます。で、私その教師になろうと思ってて、で自分がその教育の場に立った時に子どもたちに何か教えることはないかっていう時に、この震災のことがきっときっかけになると思うので、そのことを伝えようかなと思ってます。大阪わっしょい。